何それ、何それ、何やの、乗るじゃん乗るじゃん、何だそれ。乗るね。乗る。乗るけど。うん。平井博明のワンナップゴルフ。インパクトのここ、うんうん、このゾーン、このゾーンっていうのはすごく大事だなって。うん、そこがね、やっぱりちゃんとできてればどんな打ち方してもまっすぐ行くなと思って。フルスイングで引いて打ってるショットとかあるじゃん。うん、ああいうのとかもさ、なんかあのなんだろう。なんか別に球だけ見たら普通だね。ヌンチャクができるって話でしょ。そうそうそう、変則的なスイングでも、うん、やっぱりインパクトゾーン変わらないもんね、うん、みんな。ああ、うん、変えらんないってこと。変えらんないっていうか、前提としてナイスボールを打つじゃない、うん、プロは、うん、だからこっからここを切り取ったら、まあ、ほとんどみんな同じ動きしてる。ああ、だからそのヌンチャクっていうか、どんな、うん、どんな動きしてても最後そこは同じなんだ。そう。ここのインパクトゾーンをきっちり迎えやすいのは、こういう形でしたってみんなそれぞれある。あるだけ。うん。じゃあヌンチャクはまあ、すげえやりにくいし、うん、無駄な動きだし、戻しにくくなるけど、うん、でも最悪戻りは打てるよねっていう。そう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 。ことを言いたいがためのスイングをしてるっていう感じで、うん、で、じゃあインパクトでこういう形したいですって言ったら、うんうん、その形ってこういうところからこう降りた方がやりやすいのかなって言ったらさ、うん、あ、これじゃ違かったとかってなってくる。あそう。何そのスタンス。これはいいよね。いいけど。今、1球目と同じ打ち方で、うん、ダフったからボールの位置を右にずらしたらナイスショットが出たから、やっぱそうだねってなった。そしたらもうナイスショットしか出ないよね。ほら。あ、そこで当たるのが分かったからね。そう、分かったから。勉強したから。いや、そうなんだけど、うん。あ、でもそれ前提があれじゃない。そこのインパクトのそこからそこまでができるからでしょ、うん、そう、できるから。だからできない人はできないよね、何やったって。何やったってできない。そこやろうとしてないんだもんだって。あ、そういうことか。うん、ヌンチャクみたいな、あの、この前なんかで言っててさ、うん、見っけたんだけど、見っかんないから、どこ、何の動画だっけと思ってさ。いやいやいや。まあね。まあね。あの、そこそこの球出る。そうなんだけどさ。そうだよね。うん。あ、じゃあ、まあ、自然じゃない。自然じゃない。自然にそこにこう戻しやすい、うん、あの動きではないけどね。そう。だから、じゃあ、もっとシンプルにしようって言ったら、うん、アドレスでヘッドはボールに超近いじゃない。うん、そうだね。で、こっから、遠ざかってまた近づくだけなんだよね。うんうん。こうやって。うんうん。うん。これだけなんだよね。はい。だから、遠ざかったまんま来る人もいるし、うん、近づこうとしてない人もいるし、うん、インパクトのクラブの形、体の形、どういう風に迎えるかっていうのを再現しようと、やっぱりしないとダメ、イメージがもしあるんだったらね。で、そのインパクトの、この、こうやって当たるんだって、じゃあ、スローでやっていいよっつって、こうやって当たるんだってやる人は絶対いないでしょ。うんうん。
右行くって分かるから、これ。うん、で、こうやってやるじゃない。うん、で、こうやって、このスピード戻った。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 このスピード戻ったって、ずっとその同じスピードを変えても同じ形に戻る動きをやってないよね。できなくなっちゃうスピードがあるからだと思うんだけど。やっぱり素振りでも遅れてくるってこと？めっちゃ遅れてくる。素振りでも、こうやってやってる人いるから。あ、もうここではこうなってるじゃない、うん、でその後にこうやってやってるから、もう帰ったよって。あ、帰ってない。インパクトではね。そういうのがある。だから、ボールの位置があるから、いくら素振りだって、ちゃんとそこの一番底辺のところに、やっぱり戻ってこなかったら、まっすぐは打てない。うんうんうん、でも、この間動画で言ったように、水平素振りで振り遅れる人っていないって言ったじゃん。ここでこうなって、こうなる、うんうん。この水平素振りでこうやる、振る人はいない。あ、そうなんだよね。うん、こうやってやって、ちゃんと水平だよ、こう。うん、こうやってやる人いるんだけど、水平だっつってんの。こうやって。はいはい。こう。この時に、必ず60を刺した時には、リーディングエッジがまっすぐになる人がほとんどなの。だからその感じを、ちょっとずつこうやってやんなさいよ、こうやって。こう。こうやって。そしたら左右対称って言ってるのができるから。ああ。うん。そう、水平素振りでハンドファーストする人いないんだよね。いないね。いないの。なんでだろうね。うん、なんでだろうね。不思議だね、うん。だったら、水平でもハンドファーストしてよって思うけどね。そんなやるんだったら。そうか、それここ全然前傾してるだけだもんね。そう。だから、何なんだろうね、うん。こうやって水平にこうやってやるって言ったら、リストターンもちゃんとするし、うん、ここでこう、リストターンしてこうやって返すんだけど、うん、ちゃんとインパクトゼロするの。こうやって。みんな。ああ、そうやって振ったら今頃レッスン来なくていいのになってずっと思うんだけど、ね。それがこう下向くと。なんでやるんだ。なんでだ。なんでだろうね。ねえ。俺はもう答えは分かってて。うん。下にやったら嫌でもボール打たなきゃいけない。うん。で、ボール打つんだったら曲げたくない。うん。で、その曲げたくないがめちゃくちゃ強い。だからまっすぐこうやって生かそうとしてる。はあ。それがほとんどなの。それで、他者理論で、手首を使うなとか、うんうん、そういうものが混ざってきたら、余計やんなくなるんだよね。そう、それで、その、普通に下に構えて、こうやって縦に振った時に、全然フェースが返らないとか、うん、ヘッドが出ないとか、っていうスイングの方が、もう、8割9割だね。本当見てて、その、ああ、曲げたくないんだなっていうのが、すごく思う。だからアクセルも踏めないし、うん、だ飛ばすことが自分の飛距離のマックスを打つことができないことがすごく見てて思う。うん、うん、乗ってるけど、うん、乗ってるけど。全部ほとんど芯食ってんだよね。おお、あんなにドスンってなってて。うん、そう。今のもジュッてなってるでしょ。なってる。だ多分スピン相当入ってんだよ、ね。入ってんのあれで。うん。へえ。なんかね、最近思ったのがね、飛ばしに関してもそうなんだけど、例えばじゃあプロが飛ばして、飛んだっていう喜びってないのね。例えば250ヤードのプロが飛ばそうとして、280ヤード、30ヤード伸びましたって言っても、よっしゃー !30 ヤード伸びたって喜ぶプロは多分ほとんどいないの。これでセカンドの確率が上がったっていうプロはほとんどなの。はいはいはい。だけど、多分俺の予想だけど、アマチュアは30ヤード伸びたら30ヤード伸びたことを素直に喜ぶじゃない。だから次が続かなくなっちゃうんだよね。うん、うん。ドライバー400ヤード飛んだって多分それじゃスコアは変わらないと思う。うん、俺はアイアンの精度がめちゃくちゃ高いから、
だからよりドライバーを飛ばして、うん、そのアイアンの精度を生かすためにティーショットを飛ばしたっていう風な感じなんだよね、うん、プロの飛ばしって。だけどティーショット一発飛ばすって言ったらそのままティーショットが自分の飛距離が伸びたら嬉しくなっちゃってそれで満足しちゃうとどうしてもそのセカンドショットサードショットには繋がらなくなっちゃう、うん、それはすごく思ったなと思って。ゴルフの考え方の一つだからさ、それはね、どう思うかは自由なんだけども、うん、飛んだところでっていう感じだよね。だったらやっぱり一番飛ぶ人が常に上位にいるはずなんだよね、はいはいはい、だけどそうじゃないってことは、うん、やっぱり違うんだよねっていう、うんうん、飛ばない人だってね、優勝できるんだし、うん、いいスコアで回れるんだしって考えたら、うん、やっぱりより精度なんだなと思って。まあ、14本のクラブをどう使うか。アッパーの方って競技かなんか試合出たんだっけ？うんうん。で40ヤードとか置いてかれても負ける気がしないっつうの。あ、そう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 。だから本当そういうことなんだよね。例えば別にウッドだろうがアイアンだろうがただの番手であって結局長いの得意な人はアイアン得意な人の精度と変わらないわけだから。見た目はね、ウッドの方がユーティリティとかの方が確率は低そうな感じに見えるけど得意な人からしたらそんな変わらないから、うん、だから自信があるかないかだけだと思うんだよね。そう、そういうコメントいただいたね。調子がいいと思うんだよね、ご本人もね、うんうん、ゴルフのだから スイングを、まあ、悩むのはいいけどももちろん悩みすぎたりとかあとは基本のことで悩むのはいいけど基本外のことを取り入れてるときに悩むのは良くないよねと思っちゃうけどね。だったらやらなくて全然いいと思いますよって俺は思うけど、うんうん、悩むぐらいならね、うん、ちょっと変則な打ち方でスタートしましたけどちょっと伝えたいことがいろいろあるんですけどうまく感じ取っていただければと思うんですよね。うまく言えないんですけどとにかく自分のフィーリングを大事にしていただきたいということとナイスボールが出るんだったらどんな手段でもいいっていうこと。よくこれナイスショット出るんですけどやっていいんですかとかって聞かれることあるんですけど、うんうん、全然やってください。ナイスショットが出るんであればそれがご本人にとっての正解の動きだと思うのでその辺は迷わず自信満々にやっていただければと思いますよね。インパクトゾーンね。そう、インパクトゾーンはすごく大事ですよってこと。本当切り抜いたら多分クラブの動きはほとんど変わらないと思うんですよね。だからクラブがインパクトゾーンにこうやって入ってきてこうやって抜けてくためにこうやってやりましたこうやってやりましたっていろいろな動きができてるだけで見てるのはクラブですから、ね、言ってんのだからこういう動きをしたらこういう動きが入るとかこういう動きをしたらこういう動きで入るとかじゃないってことなんですよ、うん、動きが先ではないクラブの動きが先であってそのクラブの動きをしようとしたときに自分の体はこういう角度でこういう使い方がやりやすかったっていうだけの話なんですよね。そこだけは本当に気をつけて考えていただければと思いますね。あんまり長々と喋っちゃうとあれなんで3分の1ぐらいは言いたいこと言えたんでちょっとまたこういう話があれば動画撮っていきたいと思いますんでワンナップゴルフよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンナップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが絶対入らないでください。